何作るの？カレーライス。カレーライス。海に捨ててこよう。そしたら塩分が増えてきっといいよ。よいしょ。はい、以上。練習したいなと思います。だから今から何だと思いますか？カレーを作ります。はい、だから頑張るので応援してくださいね。よし、作るぞ。イエーイ。あ、なんか緊張する。やだ、ちょっと待って。いや待ってね、形が難しいんですよ。次は玉ねぎさんにします。私は多分行くんだと思うんですよね。行きます。確か玉ねぎ、あ、そう。で、形はね、こだわらない。見かけはこだわらない。食べてみて美味しいかが問題ですよね。だから準備は完了しました。あとは作るだけです。まずはニンニクを炒めます。なんか跳ねそうで怖いですけど、入れます。なんと全部入れます。永井ルナ様、お元気そうで何よりです。私はいつもあなたのテレビやグラビアでの活躍を楽しみにしていますよ。小さい頃のあなたは
いつも男の子のようにやんちゃな子供でしたね。それがあっという間に大人の女性に近づいて、最近ちょっと色っぽくなったって私も思っていたところです。私ですか？私は少女のままのあなた自身です。これからあなたがどんどん忘れていってしまう少女時代のあなたなのです。波が無限に生まれるように、私もあなたの中に永遠に生き続けます。もう一人の私より、今のあなたへ。頑張ろう。